皆さんこんにちは、コリアランドスコープの加藤です。このチャンネルでは韓国の観光地、文化遺産、そしてトレッキングコースなどをご紹介しています。韓国の冒険を応援してくださる方はいいね、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。今日はソウルにあるキョンボックンに来ています。それでは行ってみましょう。韓国文化の美を象徴する場所といえば、まず思い浮かぶのはキョンボックンです。この壮大な宮殿は1392年に李氏朝鮮が建国された後、1395年に創建されました。朝鮮王朝第一の本宮であるキョンボックンは、テクアク山を主山として広がる美しい地形の中に建てられたのです。ここには韓国の伝統と秩序、そして調和が見事に融合されているのです。キョンボックンの正門であるカンタムンは、その名の通り君主による特化という意味を持ち、他の宮殿の正門とは異なる格式と壮大さを誇ります。石垣の上に重層構造の楼閣を建て、その中央の門から王が出入りし、左右の門からは万聖者と家臣が通りました。この門をくぐると、まるで時間を遡ったかのように感じられます。キョンボックンの中心にはクンジョンジョンがあります。この建物は王の即位式、家臣の加齢、外国の使臣の接見など重要な国家行事が行われた場所でした。近世という言葉は、天下の仕事を勤勉にしてよく治めるという意味を持ち、この名前が示すように、秩序と調和を保ちながら国を治めることの重要性が強調されたのです。クンジョンジョンの前庭には他の宮殿と同様に薄石が敷かれ、中央には参道が設けられています。朝廷には正一品から正九品までの品解析が整然と置かれており、ここにも韓国の伝統と秩序が見事に表現されています。紫神像や十二紫神像、28種の星座像などの彫刻が施された。月台の隅や階段周辺の欄干は、簡潔ながらも基地に富んだ美しさを感じさせます。뭐왕의장소이니까어렸을때도항상수학여행을여러번왔었는데또이제커서여러가지약간역사적인지식을알게되면서다시방문하니까또느낌이다르네요확실히왕이있는장소이기때문에다른그런남한산성과비교했을때좀더크고여러가지건물들이많고일단한국의그런상징인만큼외국인관광객도많고그가이제대한민국이라는나라의대표하는문화재라는것이볼게좋아요本当ですね、規模が大きくて、たくさんのですね、外国人が来てるのを見てですね、とても発展したなと思うし、こういう文化や伝統にですね、世界中の人々がですね、これからも教えてくだされば嬉しいかなと思います。ぜひ皆さんもですね、韓国たくさん来てくださいね。クンジョンジョンの西側にはキョンエルーという名の楼閣があります。池の中に建てられた壮大な楼閣には誰もが感銘するはずです。このキョンエという言葉はめでたい宴会という意味を持ち、ここでは王が家臣と共に大規模な宴会を開いたり、外国の使臣をもてなしたのです。池で船遊びを楽しみながら、キョンエルーからはインワン山と宮殿の荘厳な景観が一望でき、韓国文化の美と調和を感じることができます。龍が飛び踊る美しい池、天山の輝く月、万里に輝く星々など、韓国の自然美の象徴がキョンエルーには込められているのです。キョンボックンですね、とても広いです。1回のですね、動画で説明できることができないぐらいですね、広いんですけども、今回はこのキョンエルーの周りをですね回りながら、この風流な世界にですね一致してみたいと思います。今このキョンヘイルの周りでですね回ってるんですけども、とてもですね落ち着いた感じがですねいいです。
訪れると韓国文化の美、そして伝統が見事に表現された空間に包まれ、心が洗われるような感覚を味わうことができるのです。この宮殿は韓国の歴史と文化を深く理解するための絶好の場所であり、訪れるたびに新たな発見と感動を与えてくれることでしょう。皆さん、動画はいかがでしたか？ぜひまた見てくださいね。